アタリポートフォリオアタリポートフォリオは、1989年に、アタリから発売された初の PC、互換パームトップコンピュータである。なお、アタリのオリジナルではなく、イングランドのサリーを拠点とする、ディストリビューテッドインフォメーションプロセッシングからのライセンスである。4 9 1 5 2ヘルツ動作のインテル80、C88CPU を中心に構成されていて、 ティップドス2.11と呼ばれる MS ドスの一種が動作する。256KB の内蔵ロムには OS と内蔵アプリケーションが格納されている。128KB の内蔵ラムはシステムメモリとローカル記憶領域に分割して使われる。LCD は白黒で 240X64 ピクセルまたは40文字 X8 行バックライトはない。 本体の右側面には拡張ポートがあり、パラレル、シリアル、ミディ拡張モジュールが使える。取り外し可能なメモリ用の拡張カードスロットもあるが、p c m c i a とは互換性がない。拡張カードの容量は、初期には 32KB、64KB、128KB で、あとに 4MB まで拡大され、交換可能な電池で約2年間バックアップされる。 内蔵アプリケーションはテキストエディタ表計算、電話帳、スケジューラーである。拡張カードにはチェスゲーム、ファイル管理、資産管理などのプログラムが収められていた。ハードウェアに直接アクセスせず、少ないメモリに入るのなら、テキストベースの MS DOS アプリケーションが動作するかも、しれない。他の拡張モジュールとしては、フロッピードライブ、メモリー拡張ユニットがあった。 メモリー拡張ユニットでラムを 256KB 増やすことが可能で、それをいくつかのドライブに分割することができた。パススルー拡張コネクタを使えば複数の拡張ユニットを接続できるので、理論上ではメモリ拡張ユニットを複数取り付けて記憶領域を 1MB 以上に増やすことが可能である。また、デスクトップ PC に接続して拡張カードを 読み書きするためのカードリーダーもあり、そのキットは、イサカード、専用ケーブル、カードリーダー、フロッピーディスクで供給されるソフトウェアから構成されていた。徹底してシンプルであり、余計な機能がないことが評価され、ポートフォリオは今でもある程度の人気がある。電解発光式のバックライトユニットを使えるように、するアクセサリーなど、ハックが続けられている。ポートフォリオのカードから、 コンパクトフラッシュへの変換器も興味深いハックで普通の CF カードがポートフォリオのカードスロットで使えるようになる内部のコネクタに接続している単純な基板であるアダプタをスロットに入れアダプタに CF カードを挿入するただしこのアダプタを使うにはポートフォリオのマザーボード上のピンをいくつかショートする必要がある映画ターミネーターにて劇中の小道具として使われた 登場人物の少年ジョンコナーがポートフォリオのパラレルポートからリボンケーブルで盗品の実機カードに接続し ATM やサイバーライン社の暗号セキュリティを破るシーンがある。ありがとうございます。